ネットから火がつき、原作コミックスの累計発行部数1850万部を突破。2015年にアニメ化され大人気となった作品がワンパンマン、ついにシーズン2となり帰ってきます。その前に、この番組さえ見ればキャラクターとストーリーがわかるシーズン2からでも楽しめる番組をお届けします。一撃でわかるテレビアニメワンパンマンマジ振り返り。ということで、どうして選ばれたのかは分かりませんが、ナレーターは私、戸田恵子が務めます。私も強いヒーローをこれまで演じてきましたが、ワンパンマンの主人公埼玉はとにかく強いんです。その強さ、最後までお楽しみください。まずはこの物語の主人公。突然人間と町を破壊するために現れた怪人ワクチンマン。さらに少女まで手にかけようとしたその時、何者だ。趣味でヒーローをやっているものだ。彼こそがこの物語の主人公埼玉。趣味だと。そんなに無限で人を人でやるやつに歯向かうのはやはり人間。またワンパンで終わっちまった。3年前、カニの怪人から子供を助けたことをきっかけに、はげるほどの訓練を重ね、ワンパンチで敵を倒すことのできる無敵のヒーローとなったのです。しかし、そんな無敵な彼にも悩みが。恐怖も緊張も喜びも怒りも感じなくなってしまった。力と引き換えに人として大切な何かを失ってしまったのだろうか。ただ俺はヒーローを趣味としてやっている。つまり自己満足ができればそれでいいのだ。俺は強くなりすぎた。強すぎるがゆえの悩み。そんな彼の前に現れたのが。お前を排除する。そのまま動くな。彼の名はジェノス。正義に燃えるサイボーグの青年です。町を襲っていた蚊の怪人と戦っていた彼は、度重なる攻撃でもう破壊寸前。こうなったら自爆するしか。自爆しようとしたその瞬間、蚊うぜえ。ちょっと待った、弟子にしていただきたい。え？埼玉の圧倒的な力に憧れて、ジェノスは弟子入りを志願します。そんな折、埼玉はテロリスト集団桃源団と同じ髪型のため間違われてしまい、自称最強の忍者音速のソニックに襲われてしまいます。なんだこりゃ。おい、違うぞ。何が違うんだ。俺は桃源団の仲間じゃねえよ。嘘をつくな。その頭では言い逃れできないな。いや、ほら、俺だよ俺。趣味でヒーローやってて割と活躍してる。お前など知らん。あ、そうすか。ソニックとの戦いで埼玉はある重大な問題に気づくのです。知名度が低い。俺が趣味でヒーローを始めてからもう3年経つ。今までたくさん怪人だの悪の軍団だのを退治してきた。他のヒーローが俺くらい活躍をしてる現場なんて見たことがない。もはや誰もが知ってていいんじゃないか。まさか
先生。ああ、ヒーロー名簿に登録してないんですか。全国にあるヒーロー協会の施設でテストを受け、合格すればヒーロー名簿に登録され、正式にヒーローを名乗ることができるんです。お、登録しようぜ。一緒に登録してくれたら弟子にしてやるから。行きましょう。こうしてヒーローとしての知名度のなさを実感した埼玉は、ジェノスと共にヒーロー認定試験を受けることになりました。次、重量上げ。次、砲丸投げ。垂直跳び。おぐらたたき。パンチングマシン。帰ろう。すべてのテストを終えた埼玉はジェノスと合流。どうだった？筆記テストも体力テストも実にくだらない内容でしたね。だよな。ヒーロー試験にしちゃ簡単すぎるよな。もうじき点数が出るようですよ。70点以上が合格。ま、筆記の方はあの内容だと満点で当たり前なので、問題は体力テストですが、先生と俺なら余裕でしょう。100点でした。マジで？はい。 S 級ヒーローに認定すると書いてありますね。 S 級？ジェノスの結果は100点。ヒーローの中で最高クラスの S 級と認定。そして埼玉は、先生。ああ、だってまあ71点の C 級だしな。俺、さっきは C の字の上半分は S と見間違えたということか。分析すんじゃねえよ。何かの間違いでしょう。俺が責任者に直訴してきます。ごめん、やめて。俺が恥ずかしいから。こうしてヒーロー認定試験を無事合格し、晴れてプロヒーローとなったのです。先生。あ、これで正式に弟子ですね。今後とも指導のほどよろしくお願いします。ああ、では先生、今日はこれで。あ、ああ、じゃあな。やべえ、弟子にするとか簡単に言うべきじゃなかったかもしれん。特にこいつの場合。ある日、ヒーロー協会の定例報告で、埼玉が住む Z 市の怪人発生件数が他の市に比べ高いと伝えられます。そして今や Z 市は人間も怪人も恐れるスポットになっていると噂になっていました。そんな時、その Z 市にさらなる最悪の災害が降り注ぎます。おお、君がジェノス君か。わしはバングというものじゃ。よろしく。バング、 S 級3位のシルバーファングか。本物の実力者だ。ヒーロー協会から呼び出されて集まったのはジェノスと S 級3位のヒーローシルバーファング。災害レベル竜の最悪の事態を押し付けおったわ。35分後にここ Z 市に落下する巨大隕石を近場の S 級ヒーローたちでどうにかしてくれと言っとった。隕石？急に軌道を変えたようでな。この地もろとも侵入するつもりらしい。落ちれば Z 市は滅ぶ。 Z 市に落ちてくる巨大隕石の災害レベルは竜。災害レベルとはヒーロー協会がつける怪人や災害の脅威度のことで、この竜はいくつもの町が壊滅する危機を指すのです。緊急避難警報、災害レベル竜、大至急避難してください。巨大隕石落下まであと21分。 Z 市は
丸ごと消滅します。でけえ、これもうダメかもしれん。その巨大隕石にジェノスはたった一人で立ち向かおうとしますが、隕石の前に立つとジェノスの心に迷いが生じてしまいます。そんなジェノスにシルバーファングが語りかけます。心に乱れが見える。お主は失敗を考えるにはまだ若すぎるの。土壇場こそ適当でいいんじゃ、適当で結果は変わらん。それがベストなんじゃ。適当がベスト。埼玉を思い出し、ジェノスは全力を隕石にぶつけようと決心。失敗や二次的な被害などは考えない。この一撃に俺の今を、全てを捧げる。やはりダメか。ここが俺の墓場か。しかしエネルギーを使い果たし力尽きてしまうジェノス。そこに現れたのは、じいさん、こいつ任せるぞ。ん？先生、俺の町に落ちてんじゃねえ。見事そのパンチで巨大隕石を破壊し、Z 市消滅は免れたものの、町は壊滅状態となってしまいます。そんな埼玉に対し、人々から Z 市壊滅の原因を作ったとして心ない言葉がかけられてしまうのです。やめろ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 。隕石をぶっ壊したのは俺だ。文句があるなら聞いてやれ。言ってみろ。いいか、俺はてめえらの評価が欲しくてヒーローやってんじゃねえからな。俺がやりたくてやってんだ。恨みたきゃ勝手に恨め、このハゲ。ハゲはお前だろ。んだぞ。先生。お、なんだジェノスか。ちょっと待ってろ、あいつが俺のこと。帰りましょう先生。お、そう。くそ、あいつの顔覚えてやったからな。絶対忘れねえぞ先生。俺は埼玉先生ほど優れた人間を見たことがありません。なんだよ急に気持ち悪いな。たとえ世間に評価されなくても、俺は先生についていきます。そういうのいらねえから。別に J 市の海辺に新海賊と名乗る怪人の群れが上陸。続いて現れた新海王は避難シェルターを襲撃。そこへ一人でジェノスが現れます。しかし、頑張れお兄ちゃん。うるさい。ガキは溶けてなさい。ジェノスにとどめを刺そうとする新海王。その時、ジャスティスクラッシュ。正義の自転車乗り、無面ライダー参上。 C 級1位の無面ライダーが現れるが、新海王との実力差はあまりにもかけ離れていました。自分が弱いってことはちゃんと分かってるんだ。俺がお前に勝てないなんてことは、俺が一番よく分かってるんだよ。それでもやるしかないんだ。か
てる勝てないじゃなく、ここで俺はお前に立ち向かわなくちゃいけないんだ。頑張れ。そうだ、頑張れ。そいつをやっつけて。あんたのためなんだよ。ダメだと分かっていても立ち向かう無面ライダー。無駄でした。え、よくやった、ナイスファイト。深海王を倒した後、町の人からヒーローに対して罵声が。他のヒーローって結局何もヒーローらしい活躍してなくね。そうよ。いやー、ラッキーだった。他のヒーローが怪人の体力奪っててくれたおかげですげー楽に倒せた。遅れてきてよかった。俺何もやってないのに手柄独り占めにできたぜ。その結果、埼玉の元には避難の手紙が寄せられることに。しかしその中にありがとうという手紙もありました。功績を疑われながらも C 級から B 級ヒーローに昇格した帰り道、埼玉が屋台に立ち寄ると。飲まないのか。あ、飲まないなら何かおごらせてくれ。ああ、お前あん時の。今日は君を探していた。手紙では伝えきれなくてね。そっか。じゃあもずくくれ。ご主人、彼にいいもずくを。いや。ある日、埼玉とジェノスはシルバーファングの道場を訪ねていました。そこで聞かされたのはかつての弟子の話。その弟子が実力派の弟子たちを再起不能にしたせいで、他の門下生は辞めてしまったというのです。そいつ強いのか。名前は？ガロウ。当時一番弟子じゃったが、わしがボコボコにして破門にしてやったわ。そこへ S 級ヒーローたちに非常招集がかかります。すでに会議室には S 級ヒーローのそうそうたる面々が集結。ヒーロー界の頂点に立つ君たちに集まってもらったのは他でもない。今回は地球を守っていただきたい。そして重要なことを告げられます。大預言者シババワ様が亡くなられた。あのシババワが 100% 的中するという大預言者シババワ。シババワ様が最後に残した大預言文、のど飴を詰まらせながらも書き残してくださったこの小さなメモ、 100% 訪れる未来がここにある。これだ。読めるか。地球がやばい。シババワ様の予言は 100% 当たる。そしてこれまでもいくつもの大災害を予言してきた。その中には多くの命を奪う結果となったものもある。しかしシババワ様がやばいと表現したことは今まで一度もなかった。大災害や竜レベルの怪人が襲来するよりもやばいことが起きようとしているのだ。それもこの半年以内に。半年以内ってことは明日かもしれないし今日かもしれないな。あ、その通りだが、お前は誰だ。来てよかった。で、この建物が攻撃されてる。ヒーロー協会本部の上空に現れたのは超巨大な宇宙船。一瞬で A 氏がほぼ壊滅してしまう事態に。先生、外に行きま…先生…でっか、宇宙人か。埼玉は一人で宇宙船に忍び込み破壊を始めます。そろそろボスが出てきてもいい頃だろう。
船内を突き進む埼玉はついにボスであるボロスと対面。来たか。この星の代表か。俺は暗黒盗賊団ダークマターの頭目であり、全宇宙の覇者ボロスというものだ。強さを持て余した結果、退屈を感じ、対等に戦える相手を求め、20年かけ地球までやってきたというのです。強さを持て余したボロス、そして強すぎるがゆえに苦悩する埼玉。二人の最後の戦いが始まります。俺の全てをぶつけたくなった。埼玉、それでこそ倒しがいが。連続普通のパンチ。そして埼玉とボロスの対決は最終局面へ。ボロスが地球もろとも埼玉を消し去ろうとしますが、だったらこっちも切り札を使うぜ。必殺マジシリーズ、マジ殴り。俺は破れたのか。やっぱ強えよお前。嘘だな。お前には余裕があった。予言など当てにはならんな。お前は強すぎた。埼玉、その後 A 氏は消滅。ヒーロー協会本部は鉄壁の要塞へ変わり、どの町にも駆けつけられるようになったのです。マジ殴り、いやー、迫力あるパンチだったし、すごく感動もしたし、とにかく面白かったです。そしてついにワンパンマンシーズン2がスタート。怪人発生率が上がり続け、未だ芝馬場が残した予言に備える必要があると考えるヒーロー協会。そこにシルバーファングの元一番弟子で怪人に憧れているという画廊が現れます。その真の目的は。そして最強ヒーロー埼玉は今度こそ本気を出せるのでしょうか。来週4月9日火曜日深夜1時35分からテレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知で始まるワンパンマンシーズン2をぜひご覧ください。ワンパン